アルコ RSD-5 はアメリカンロコモティブが生産した車軸配置 CC の電気式ディーゼル機関車である。本形式は RSD-4 の発電機容量を PA と同一とした改良機である。RSD-4 は車軸配置 A1AA1A の RSC-3 を CC としたもので、その目的は 同軸数が4軸から6軸へと増えたことによる低速での牽引力の増加と軸重の低減である。納品先により複数の際があり、通常はロングフード向きに運転席を設置するところ、アッチソンとピカサンタフェ鉄道ではショートフード側を前としたり、シカゴノースウェスタン鉄道では ダイナミックブレーキを装備するためにショートフードの屋根が運転台と同じ高さのハイフード型になったものがある。合計204両が製造されたうち、167両がアメリカ合衆国内で、37両がメキシコ合衆国で使用された。2006年時点で2両が残っており、ゲイリー・バローンが所有していた1689号は、クヤホがバレー観光鉄道で使用されている。 また、かつて、ユタ鉄道の306号だった、もう一両はドイルマコーミックにより、カリフォルニア州で保存されている。ありがとうございます。